お待たせいたしました。それでは、今からですね、2部後半ですね、1時間で終えていきたいと思います。でその後時間があったら、いつもと同じような形で、チャットでですね、質問などちょっと受けていければいいかなと思います。先ほど責任の話をねしてましたけれども、ちょっとここでですねちょっとこの想像のプロセスというところでまずちょっとこう考えてもらいたいのは何かというと、神はその宇宙を創造し、いわゆるその万物ですね、それは鉱物においてもそうですし、そしてその後植物動物というような形で、そういう順序でですねいろんなものを想像していったわけです。で全てにね知らないといけないのは心があるっていうことなんですよ。全てに心がある。もう少し別な表現で言ったら全てに意識があるっていうことなんです。でただその意識っていうものがですねそれぞれにその次元っていうものがあるわけですけれどもね、それをもっと別な表現で言ったら幼い子供のような意識、あるいはその小学生のような意識、あるいは中学生、あるいは高校生、あるいは大学生、あるいは社会人、大人というようなですね、それぞれのその、意識っていうものが全部あるわけです。これは万物にね。でそういう中で、特にですねこの我々のこの何て言うんですか、実体世界、物質世界っていうものが想像される以前に、まずこの霊的な世界が想像されたわけですね。でここには生命体がいて、でその生命体にも当然意識っていうのがあるわけです。でこれらはその万物であり、そして、この物質世界が作られる、元にもなったわけですね。エネルギーの元にもなってるわけです。そういった存在っていうものがまずいたわけです。意識があるわけですよ。これがまず重要なんですね。この生命体の中にも意識っていうものがある、あるいは心っていうものがあるんだということです。心情っていうものがあるわけですね。で、それにはもちろんレベルっていうのがあるってことですけれどもね。で、そういう中で最後にこの人間が想像された。よろしいでしょうか。霊的な存在がいて、そしてその鉱物、植物、動物、あるいは人間っていうような、いろんなこの生命があるわけです。意識がある、心がある。でそういう中で、神は人間というものに対して、どういう立場で想像したのかというと、自分の生き写しの存在っていうわけです。生き写しの存在、わかりますか？これこのことをねイエスさんが何て言ってるかっていうと、人間っていうのはその神の宮なんだっていうふうに言ってるわけですね。いわゆる人間っていうのは、その人間なんだけれども神の体なんだと。で、神の体、そして我々人間の中に神が宿るんだというわけなんですよ。宿っているってはまだ言えない、宿るんだというわけですね。でそれがどういう時に宿る、どうなったら宿るのか、ということでちょっとお話しすればですね、この先ほどのこの、未完成期の人間がこの完成したこの時に、初めて神の体というふうに言うことができるわけです。そしてその男性と女性が一つになった、愛によって一つになった、その中に神がその内在するということでもあるわけなんです。そしてその、実体としての神、よろしいでしょうか。ここでね、完成して実体としての神、この実体としての神がこの分子から始まってあらゆるその自然の万物、それを愛によって支配しようとしたんですね。まあ、支配っていう言葉がやっぱりちょっとこのね、聞こえが悪いですけれども、愛によって治めようとしたんです。愛によって治めようとした。わかりますか？でこの世っていうのはね、どういうふうになってるかっていうことを考えれば分かりやすいかもしれませんね。この世っていうのは愛によるそういうこの関係っていうのではなくて、もうとにかく権力によっての一つの、まあ、命令みたいな力ですね。パワーによって、はい、あんたはここ、あんたはここ、あんたはここってね、人間においてもその社会の中でね、いろんな地位が与えられて、いろんな位置が与えられて、もっと大きく見ればこの男性女性っていう中においても、この過去の歴史においてね、女性っていうのはこういう存在だ、男性とはこういう存在だとかですね、もう訳のわからないような、そういうその位置関係っていうものが与えられてきた、あるいは地位っていうものが与えられてきたわけではないでしょうか。で、ところが、そういう中でそういうこの地位っていうものが与えられる、位置っていうものが与えられる、そういうその関係性、自分と誰かとの関係、上と下との関係、そういうそのいろんなこのね、関係性が宇宙にはあるわけですよ。あるいはこの我々の住んでいる世界にはあるわけですよ。この関係性の中でそのいろんな位置っていうものがある中で、今の世の中、社会、世界っていうものは心が納得していない、このね、心っていうもの、意識、まあ心、心情って言った方がいいと思うんですけども、この世界っていうのは全てが心情で成り立ってる。心情でね、それが納得していない、それが今のこの世の中、世界なんです。でこれを納得していない関係、正しく作り変えていかないといけないんです。正しく作り変えていかないといけない。まあ、ちょっとこう話がそれましたけどもね。でそういうね、全てにおいて心情がある中で、どうやったらじゃあ心が納得した関係っていうものを持つことができるだろうかといえば、もうこれは愛による支配、愛による関係しかありえないんですね。愛。そして誰もが愛されることを願わない人はいないです。この世の中というのは愛されていないがゆえにいろんな問題が起きてるんですね。愛が足らないがゆえにいろんなことが起きてる。というわけです。ですのでこのどんな人も愛を願わない人はいない。与えられることを願う人がいない。そしてその愛の中に生きたいと思うし、生きるっていうことね。それから愛の中に死んでいきたいっていうふうに思うわけです。はい、いかがでしょうか。大体この辺の話まで大体すればちょっと分かりましたでしょうかね。人間に責任を与えた理由っていうものがですね、ちょっとカメラの位置少し動かさせてもらいますね。ちょっとまた、少しちょっとこうずれちゃったかもしれませんけども、もう一回ちょっとこうして、で、ちょっとこうして、はい、失礼。これでちょっとまだ歪んでますけどね。はい、どうでしょうかね。大体わかりますでしょうかね。はい。この責任を与えた理由。まあ、その責任を与えたがゆえに人間が堕落してしまった、人間が故障してしまった、ね、全知全能なる神であるのにもかかわらず、その全知全能の神の創造物であるにもかかわらず堕落してしまった、故障してしまった、おかしい。でその理由っていうのが、人間に責任を与えたことゆえに起こった。でなぜ責任を与えたのかっていうと、いわゆる愛による支配っていうことなんですね。人間と万物の違いっていうんでしょうか。でそれをもう少しですね、じゃあちょっとこの別な観点からちょっとこのお話ししますとね、愛による支配っていう中でね、この霊的な、とりあえず人間の堕落っていうのはどこで起こったか、もうご存知の方はもうね、知っておられると思いますけれども、この知的生命体のいわゆるその長であるところの、いわゆる西洋で言ったら天使ですね、ルシファーっていう存在が、人間を堕落させた、人間を故障させたということなんですね。納得しえなかったっていうわけです。納得してないっていうのは何かといえば、いわゆるその自分たちが人間よりも先に存在していて、そしてこの宇宙を作り人間を創造していくのに、神と共に、成してきたわけですよ。神をサポートしながら成してきた。ところが人間が誕生したことによって、その実は人間という存在は神の全てのものを相続する立場、神の全てのものを与える立場として、創造されているということを知ったこの知的生命体はですね、神に対して、神に対してというよりですね、非常なその寂しさっていうのを覚えて、そしてその寂しさっていうものを今度はですね、逆に神に反逆するっていう立場にまで、立っていくようになってしまったわけですね。ところがこの知的生命体、いわゆるそのルシファーにおいては、その責任というものが与えられていなかった。果たさなければならない、守らなければならない責任というものが与えられていなかったのでね。そのようになっていった時に、結局それを食い止めることができる、それを、修復することのできる唯一の存在っていうものが、人間だけであったわけです。その時ですね。そしてこの人間の堕落っていう問題がどこで起こったかというと、当然この未完成期において起きたわけですね。未完成期、完成期において人間がもし堕落したとしたら、それこそ神というのは全知全能どころか神の存在すら否定してもいいぐらいのことなわけですけれども、そうではないわけですね。この未完成の時にあって、人間が堕落し故障したわけです。でもう一つ皆さん気づかないといけないのは、この神というのはこの未完成期における人間に対して、干渉することのできる立場ではないということなんですね。でそれは万物に対してもそうです。未完成の間っていうものは、万物っていうのはどういうふうにして成長していくかというと、この宇宙にある原理原則の中で、自然にその成長し完成するようになっている。この人間の体っていうのもそうです。その原理原則によって、宇宙のね、宇宙の法によって神はこの宇宙っていうものをまずは、治めている。まずね。それからもう一つは何かというと、神が干渉しない部分っていうものがあるんですね。それがこの未完成っていうものに対して神は干渉しない。その代わり宇宙の法っていうものが干渉しているわけですけれども、そしてこの、堕落っていうものもこの未完成期の中において起こったので、神はその期間において、その人間の堕落っていうものに対して干渉することもできなかったし、それを食い止めることもできなかった。でやはり全知全能なるその神の中において、この責任を与えたことにおいて起こるその堕落っていうものは当然、予知できるわけですね。ですから人間に対して取って食べてはいけないという戒めを与えていたんですね。いわゆるこれが愛による堕落っていう話につながっていくんですけれども、そして、人間がもしそのね、責任というものを果たしていくことによって、このちょうどね3分の2のところで堕落したわけですけれども、その神の戒めっていうんでしょうかね、その人間が果たすべき責任というものをちゃんとしっかりと果たして完成していたならば、どういうふうになっていたかといえばですね、最終的にこの完成っていうのは愛の完成なんですね。愛の完成。そしてその、この寂しさを覚えた、知的生命体もですね、完成した人間から正しい愛を受けることによって、ね、その本当に人間から愛されることによって、その今まで寂しかった思いっていうものを埋めることができたわけですね。そして万物も人間も愛の中に喜び、今日のような状態にはなっていなかったわけです。ですから、人間の堕落っていう問題は、その始まりというのはこの知的生命体における寂しさというところから神に対する反逆っていう中で起こったことですけれども、やはり最後の最後の責任というのは人間がその自らの責任で、一個の人間として完成することによって、そして、共にいた女性も完成することによって、そして万物世界を愛することによって、全てが先ほどこう書いてた、天国、というものにつながることができたわけですね。ところが、最終的にそれができなかったということになるわけです。でもう一つ何かというと、この宇宙の創造の完成、宇宙の完成、神のその創造したその目的の完成っていうものは、人間が人間の責任を果たすことによって、それを果たし終えることによって全てが終わるようになってた。まあ、終わるというよりもですね、完成するようになってた。はい、ということは、これは何かといえば、宇宙の完成、あるいは神の創造のその理想、その目的、それの完成っていうものは、神自身においてのみで成し得るものではないという、そういう創造なんだということなんですね。わかりますでしょうかね。それは何かといえば、いわゆる人間もこの宇宙の創造の完成に同伴した、同席した、神と共に、この宇宙を完成させたという立場に、立つわけです。まあ言うならば、初めて、神の実体としての資格を得るわけです。そして、それはただ単なる権力ではなくって、愛の王様という位置に、立つわけですね。そういう立場に立った人間に対して、鉱物、植物、動物、すべてのあらゆるもの、森羅万象すべてが人間に対して喜びを返す存在ともなり、そして人間に支配されたい、あるいは人間に愛されたい、人間に収められたいっていう、そういう存在っていうんでしょうかね、そういうふうになるわけです。しかし今のこの人間社会、あるいはこの地球、この世界っていうものは、その森羅万象すべての万物っていうものは、嘆いてるわけですね。そして、人間に対して恐れを抱いている、悲しんでいるっていうのが、これが事実なわけですね。ですので、まあ、本当に人間はですね、早く本来のあるべき人間の姿っていうものに到達して、宇宙の完成、神の創造の完成というところに行って、万物、ね、もう上乾いている愛に対する乾き、上乾いているこの万物、これに愛を降り注いで、瀕死の状態にあるこの地球、あるいはこの万物全てのものをこの再生させていかないといけない、そういう使命を持っているんだということなんですね。でそれがまたできる存在でもあるんだということを人間は気づかないといけない。それほどの何て言うんでしょうか、能力、才能っていうものを持った存在でもあるんだということですね。そのことを本当に気づいていかないといけないということになるわけです。はい、そしたらですね、ちょっとその辺のところもう少しまとめてみたいと思いますけども。はい、それで今先ほどですね、人間、おっとっとっとちょっとね、はいはい、人間が生まれて、そしてその完成するまでにこう3段階、あるわけなんですけれどもね。そしてこの、こういうこの男性、こちら例えば女性、これ男性ね。で、こちら女性だとして。で、やはり同じく3段階で。で、こちらで完成するわけですけれども。ね。はい。で、これが、期間的なことで言ったら、21年っていうふうな中で、完成していくということなんですけれども、21年間で完成して、でこの完成した男性と女性が、夫婦となって家庭を持って子供を、産み、それが神の家庭となっていくという、本当に単純なといえば単純なね、そういうようなことだったんですけれども、実際にはそれが、できなかった、成し得なかった。先ほど言った人間の堕落という問題ですね。あるいは人間が責任を果たし得なかったという、そういう内容になってくるわけですね。で、この、3段階のね、期間っていうものがですね、今日までの人間が誕生してから長い、歴史をかけて少しずつ成長してきたということなんです。そして皆さんに、しっかりと理解していただきたい、その内容っていうものがですね、でこの成長っていうものを、何を成長しないといけないのか、簡単に一言で言えば心情っていうことなんですね。知識とかっていう、あるいはその力とか、そういったものじゃないんですよ。心情なんですね。そしてこの宇宙っていうのはその心情によって回転してるんですよ。その全てのエネルギーの根本っていうのがその心情っていうふうにもね、言うことができるわけですけれども、でこの心情を成長させていく。でそれが今日この魂とね言ったりもするわけですけれども。この心情を完成させていくっていうことなんですね。でそれをできなかった、人間が堕落したことによってできなくてね、この長い、期間において、その大体3段階のね、幼年期、少年期、そして青年期というふうな、そういう期間の中でまさしくその人間の、ね、親が子供を育てるのと同じようなプロセスで、ずっとこの人間を育ててきた。そしてその人間を育ててきた、簡単に言ったら方法っていうんでしょうかね、あるいは栄養素っていうんでしょうか、それが、何かといえば、まず、この幼年期っていうのはこの戒めっていうものなんですね。まあ、いわゆるこの単純な決まり、ね、ルールもうそのあるいは規則、まあ、これを、別な表現で律法とか、言ったりするわけですね。こうしなさい、ああしなさい、これはしてはいけませんとかですね、そういうもので、人間を育ててきた期間っていうものがあるわけです。そして、今度ですね、その期間が過ぎた後に、こういうものではなくって、そのいわゆる愛とかですね、慈悲とか、あるいは仁とか、まあ、そういったもので表現されるようなこの思いやりとかね、優しさであるとか、そういったことを人間に教えることによって育ててきた期間っていうのがまたあったわけですね。でちょうど人間っていうのはこの段階で堕落して、今人類はこのところに今ようやくたどり着いたわけなんですけれども、ここでちょっとこう皆さんに理解してもらいたいのはですね、じゃあこの人類がみんなこの段階にいるのかっていうと、そうではないから大変なんですね。人類はこの70億いる中でね、それぞれにそのずっとこの家系的な流れがだーっと増え広がっていく中で、いろんな成長してきたわけです。そして、そういう中にはね、まだこの言ったら7歳レベルの、まあ言うならばこの、親の愛、神の愛、特に親の愛って言った方が分かりやすいかもしれませんけども、これが分からないそういう人たちっていうのもいるわけなんですね。でこれは我々の生きているこの地上世界だけではなくって霊界の世界においても同じなんです。霊界もいくつかにこの階層、まあ、あるいはレベルっていうんでしょうか、ステージというのか、分けることができるというか分かれてるんですね、いろんなね。でそういう中で、親の愛が分からない、人を信頼することができない、そういうものであったりとか、本当にもうね、四角四面のこの決まりの中で厳しいものしか分かりえない、そういうこの、本当にまだ小学生に上がる前っていうような霊的な成長しかしていない人間もいれば、そういうその霊界っていうのもいるわけです。でちょっとここではまあ一応霊界と書いておきますね。霊界で霊界にも同じように、そういういろんな、段階があって、でこの霊界の人たちっていうのは過去に、この地上で生きた人たち、そのまま死んで霊界に行って、でその人たちがそれぞれの段階、自分と合う段階の人たちと一緒に今成長してきているんだということなんですね。で先ほど今この段階に来ているということで、あと最後のこの期間を今行こうとしているわけです、今この期間ね。でこの期間っていうのは、これまでは神があるいは霊的な世界からいろんなものが与えられてきた。で今も、この段階に応じてね、いろんなものが与えられてるんですよ、霊的な。しかしここにおけるものっていうのは一旦はちょっと与えられはするんだけれども、ほとんど人間の力で最後悟り、そして登っていかないといけない期間として設けられてるわけです。今そういう時に来てるっていうことなんですね。で、もう間もなくどんどんこのある意味の個人としての霊的な基準ですね、そこにその完成に向かっていこうとしている人たちが今たくさんいるわけです。もうどんどん到達していこうとしているわけですね。でそういうふうになっていくと、この段階に入ってくると、これからの時代的なもので言えばですね、これまで何ですか、いろんな文化っていうものがありましたけれども、科学が発達してきて、それから今スピケとかって言われているようなその精神世界っていうものが発達してきてっていうものがありましたけれども、もう間もなくの時代に入ったらね、面白い時代に入ってくるっていうんでしょうかね。面白いっていう、言い方もちょっと違いますけれどもね、まあ言ったら人類的なその人間のこれは神父さんにおいてもそうなんですけどね、結婚していかないといけないですね。まあ言うならば結婚の時代に入ってくるっていうことも言えるんですね。結婚の時代、結婚っていうものが非常に人生において重要なものである、重大なものであるっていうことで、そして、まあそういう結婚の時代っていうものに入っていくんですけれども、入っていくと同時に自分はまだダメだっていうことも明確なっていうんでしょうか、そういうその基準というものができていく、分かっていくわけですね。ですから誰でも彼でもそういう結婚の時代っていうのではなくて、結婚っていうものの重大性、貴重な価値っていうものが、分かってくる。それと同時に誰も彼もがそう簡単に、なんだかんだと言ってすぐ結婚っていうふうには走らなくなる。正しい結婚の在り方、正しい結婚の見つめ方、価値観っていうもののそういう正しく捉えられた、そういうその時代に入っていくということですね。そして、その次に、どういうふうになっていくかというと、その先ほどから心情っていう話してますけれどもね、心情を中心とした文化、こういったものが開花する、開花する、そういう時代に入っていくということですね。これは他のところでもいろいろお話ししてますけれども、もう政治、経済、教育、もうあらゆるものが全て芸術だというような、まあ言ったら美っていうですね、世界に入っていくということですね。でその世界になってくると、もう全てが喜びの世界なんだということです。もう喜びなんですね。喜ばせたくて仕方がない、喜ばせたくて仕方ない、愛したくて仕方ない。で、その中で自分も喜びを得ていくっていう世界になってくるわけですね。はい、そこでなんですね。で、今日はあなたのまだ知らない、自分っていうことで、ここでですね、一緒にですね、ちょっと確認作業っていうんでしょうかね。これを消しちゃうとちょっとあれなんですけれども、こっちに書こうか。はい。まずですね、この私という存在、私という存在がいるわけですね。私。で、私には心があります。体があります。ね、ところが、その私っていう存在はですね、私一人ではないんだということをはっきりと認識しないといけないです。私っていう存在の存在とともにですね、霊界、さまざまな霊界に住んでいる、まあ言ったら霊人っていうものも自分と今、自分の肉体と一緒になってですね、生きてるんだということを知らないといけないんです。わかりますでしょうか。今日はちょっとこのね、いろんなものと意識がつながってるって話とかしましたけれども、その自分という存在は自分だけではなくって、過去に生きた、そして自分と同じようなその成長していかないといけない、まあその責任っていうんでしょうか、役割っていうんでしょうか、あるいはその自分と同じような、まあ、その簡単に言ったら波長っていうんでしょうかね、持った、霊人と一緒にいるんだということなんです。そしてその霊人たちっていうのは自分が成長することによって、ここですけどもね、自分が成長することによって、あるいは自分の肉体を通じて、自分を通じて心情っていう喜び、そういったものを得て、いろんなその無念な思いとかもそうですけれどもね、まあ、恨みもそうですけども、いろんなものを持ってるわけです。それをこの解消したくても解消できないのが霊界の世界なんですけれども、それが今この今の時期っていうものは、全ての霊界が今の地上の人間と共にですね、一緒になって波長の合うそういった人間と一緒に、その人間のまあ言ったらあなた、あるいは私、そういった肉体を通じて解放されていこうとしている、成長していこうとしているっていうことなんですね。でそういう中で、先ほどね、聴覚とか視覚とかいろんなものがあって、人間というのは心と体が分離してるって話しましたけれども、そしてそういったその、ね、肉的な五感、あるいはもう少し言ったら本能的な部分っていうものが自分の中心になっている場合が多いんですよ。ね、見るもの、聞くもの、ね、触るもの、全てそうですけれども、これらは本来霊的な心が目指しているもの、人間の本質の世界が目指しているものっていうのがあるんですよ。まあそれを簡単に言ったら地上位っていうものに呼応する、心善美っていう世界なんですけれども、この衣食住性っていうものは、この心善美愛っていうものを追求するために、実現するためにあるわけなんですよ。ものを見る、聞く、ね、あるいは何かを生み出していく、この知恵もそうなんですけれどもね、それらも全てこの心善美愛っていうものを追求していく、実現していくためにあるわけですけれども、この基準っていうものが曖昧なので、それをどう使っていいか分かんないし、そしてそのいわゆる衣食住性に関するその心っていうものにコントロールされてしまってるんですよね。コントロールされてしまってる。だからこの肉の心、霊の心っていうものに対して両方あるんですけれども、これが一つの基準っていうものを用いていないので、この分裂してるんですよ。つながってないんです。じゃあその基準っていうものが一体何なのか、どうしたらそれが一つになり得ていくのかっていうことが、これをまず知らないといけないですね。でそれが何かといえば、その、言っているその、神が与えるその真理っていうものですね。常に神から与えられてきた、ね、常に神から歴史を通じて与えられてきたその真理っていうものが、少しずつ少しずつ小出しにね、この成長に応じて与えられてきたんですけれども、それも人間によってこのね、成長の度合いが違いましたけれども、その最後はその人間が完成していくために必要なその真理っていうものね、これを人間が正しく理解することによって、その霊の心も、それからもう一つこの肉の心もね、霊の心も肉の心もしっかりとこの真理っていうものを中心にしてね、完全に一つになっていくことによって、初めて自分の心と体っていうものもどん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 一つになっていくし、そして自分を通じてそのこれまで霊界にいたその霊的な存在たちも、自分が成長することによって、そして自分がこの乗り越えていかねいかなければならないものを乗り越えることによって、課題とかそういったものですよね。それから血統的に受け継いできたもの、そういったものを超えることによって背後のその共にいる霊っていうものも私を通じて初めて成長して完成していくようになっているということなんですね。ですから今70億っていう人類って言われてますけれども、その一人一人においてそれぞれの役割や目的っていうものがあるわけです。そしてその70億一人一人を通じて解放されていくべき霊界っていうものもあるんだということなんですね。ですからやっぱりこういった事実っていうものを知り、そして自分っていうものはただ単なる自分だけじゃないんだということですね。自分とともに過去の長い歴史の中で果たされずにきたそういった目的も自分という肉体を通じてこの地上に生きてる中でそれを達成していかないといけない。あるいはそのカルマっていう意味で言ったらそれを断ち切らないといけない、そういう存在でもあるんだということなんですね。この辺のところもう少し長くお話できたらっていうことをちょっとね一部で少しお話ししましたけども、ちょっと今日はやはりその辺のところまでちょっと詳しくお話しすることができませんけれどもですね、とにかくこの負のスパイラル、これを早く終わらせないといけないと、いうことですね。はい、そしてですね、まとめ的なことで言ったらですね、ちょっと時々ちょっと音声が途切れているのかも分かりませんけど大丈夫かな。まとめ的なことで言うとですね、神っていうものはこの人間を愛したい、喜ばせたい、そのために万物世界っていうものが、創造されていったわけではあるけれども、ただ単純にそういうことだけでもないということなんですね。で、神は完成した人間を体として、そして、そのいわゆる生きた神としてこの地上の世界を通じて喜びを感じたいとも思ってるのも神であり、そしてその神の目的というのは人間を通じてのみしか達成しえないというその事実をも人間は知っていかないといけないんですね。そして人間っていうのは神の実体なんだということですね。これは完成した場合に応じてっていうことですけれどもね。で、この完成の基準ってね、皆さんあんまり普段考えたことないと思うんですけれども、もう単純に言ったらとにかくこの一つの成長の期間っていうものをその親を見つめながら、親と一つになっていく、親から正しく愛されながら、ただこれは今この堕落した世の中においてはね、もう本当にこれは簡単に言ったら不可能に近いようなことなんですけれどもね、その代わりにその神っていう絶対的に変わらないものがあるわけですけれども、この真理っていうものを自分の中に得ながら、そしてこのある一定の期間、このいわゆるまず縦のね、いわゆるその情的な関係、できればやっぱ親ですよね。親、あるいはそれに代わるような先輩であるとか上司であるとか、そういったその親子の縦のね、その絆を作るっていうことが個人の完成っていう基準でもあるんですね。それと同時にその心と体が一つにならないといけないっていうことは、まず地位上位っていう意味においてもね、この衣食住性っていうこの、肉なるその心に引っ張られていくのではなくって、この地位上位っていう中でその真理っていうものを本当に正しく理解していく必要っていうのがあるんですね。これを知らないといけない。そしてそれを正しく理解して人間の本質、本能っていうよりもその人間の良心っていうところですね。これが何を求めているのかっていうことを明確に理解していく中で、そしてこの肉の心っていうものもそこに焦点を合わせて心と一つになっていくことができるようになるわけです。だから中心軸っていうのは神から来るその真理っていうものがね、自分の中に明確になっていかない限り、心と体っていうものが一つになっていくっていうことは、ありえない。そして心と体が一つになっていくことを通じてね、今度はどういったことが起こっていくかといえば、どんどんその、万物いろんなものともその心が通じてくるようにもなるし、それだけではなくってこういった霊的な世界っていうものが高まってくれば、普通のその人間との関係の中においてもね、その通じ合う世界、意識の中で通じ合える世界っていうものを共有することが、できるようにもなってくるんですね。ちょうど氷山の一角っていう話しましたけども、人間の中にはまだ、開発されていないこの残りの 95% あるいは 90% っていうものがあるんです。それが人間の本来、機能すべき部分っていうことになってくるんですね。でそれを知らないといけない。だからこの宇宙の真理っていうものを理解していく、知っていく、あるいは何よりもまずそこの部分っていうものを徹底して自分の中に、入れていくっていうんでしょうか。もうそれこそ、食べる時間も惜しんで、寝る時間も惜しんでっていうぐらいのものが必要かもしれませんね。そうすることによって、今日お話ししたい内容っていうのも何を言いたかったのかっていうことが分かってくると思いますし、それから必ず人間には個性があります。個性。そしてその個性っていうものがただ単なる自分の喜びのためだけにあるんだっていうレベルでは、本来人間として生まれてきている意味を、意義を、それを果たすっていうことにはなりえないんです。そういう人が多いですね。本当に人間が生まれている。あるいは何かこうね、何かを想像していく、あるいは仕事をする、あるいはいろんな能力を開花させていくっていうことは、あるいは自分の好きなことをするっていう、そういったことはただ単なる自分の喜びのためだけに与えられているものじゃないんだということを、これをしっかりと理解しないといけませんね。そしてそれらをまさしく自分のものである。自分の才能である。これは自分が作ったものであるっていうふうに、誤解してもいけないっていうことですね。もうそれらは全て霊的な世界において与えられているものなんだということを正しく理解して、そして自分が持っている才能や自分が持っている個性っていうものは人のためにあるんだ、人を喜ばせるためにあるんだっていうことを正しく認識していけるようにならないといけない。そのためにも真理っていうものを本当に1にも2にも学ぶっていう意識、姿勢っていうものを忘れてはいけないということですね。はい、今私たちはですね、思いやリンク地球村っていう中で、その一つのね地球村プロジェクトっていうものを成しているわけですけれども、本当にそれはですね、ただ単なる個人の喜びとか個人のなんか願いとか、そういったものではないんだということですね。みんながつながった、共通した意識の中で実現していくものであり、行われていくものなんだということなんですね。これはだから誰かのただ単なるね一人のこの願いとかそういうものじゃないっていう、そのことを理解していただきたいなと思いますね。あなたがまだあなたのまだ知らない自分、はいそれを知るためにね、今日その個性っていう話とかもしましたけれども、これを知るためにはね、冷静を高めないといけない。冷静を高めていくためには、先ほども言ったように真理を知らないといけない。なぜ真理を知らないと冷静が高まらないのか。いわゆる先ほどこれも言ったね、一食住性という肉なる心に支配されている霊的な心、別な表現で言ったら心情ですけれども、これらがパワーバランスっていう単純な表現で言えば、肉と霊、霊の方がその力が弱ければ当然、肉の力に支配されていく。肉の力に支配されていけば、これは原理原則ではないので、霊性っていうものが高まることはありえない。ところが霊性っていうものが高まっていけばですね、いろんなものが霊界から教えられてくるんですね。通じる、分かってくるっていう世界があるんです。単純なひらめきじゃないです。深いものがある。ですので今日は、あなたのまだ知らない自分っていうことでですね、自分は一人で生きてるんでないっていう話しましたね。霊的な世界とも関係がある。自分を通じて成長していこうとしている存在もいる。自分を通じて救われようとしている存在もいる。そして自分っていうものを通じて解放されていくことのできる存在もいると。自分は自分だけの存在じゃないんだ。そして自分を通じて、喜んでくれる存在がいる。自分は誰かを喜ばすために存在している。自分は必要とされている。そういうことを知るっていうことも、まず重要ですね。そして、そのために真理を知る。そして真理を知ることによって、心と体、これを一つにして、そして、細胞の一つ一つがつながるようにして、何のために存在しているのかっていうことをね、肉の心っていうのは原理原則でしか、動いていきませんから、それをコントロールできる、支配できるっていうのは、霊的な心が持つ、簡単に言ったら意識であるとか、そういう世界ですので、そこからいろんなものを得ていく自分になっていくためには、とにかく真理を学び、真理を得得していく中で、個性や自分の特技、可能性っていうものが、ますます分かって、そして自分の役割っていうものがますます分かって、それが開花していくということ、このことをちょっとですね、理解していただきたいなというふうに、思います。はい。それではですね、今日はあなたのまだ知らない自分ということで、お話ししてきましたけれども、まあ、アーカイブも残っておりますので、残していきますので、まあ、何度も、聞きながらですね、何を言わんとしているのか、何を言っていたのか、より理解っていうものをまた深めていっていただきたいというふうに思います。はい。それでは今日はですね、水曜日、第4水曜日の講演会、ユニタイムズ講演会、以上で、終わっていきたいと思います。次回は2月の第2日曜日、お昼の3時からが1回目ですね。そして2月の第4水曜日、夜の7時から、今日と同じですね。はい、というふうに恒例で行っておりますので、また来週じゃなくて来月、はい、お会いしたいと思います。で、それでは5分ほどちょっと休憩して、この後チャットを開いながら、少しでもちょっとこの質疑応答っていうんでしょうか、時間を持っていきたいと思います。はい、それではお疲れ様でした。